んじゃこりゃ。ケーキか。誰かの忘れ物なわけないよな。なんでこんなもんが。なんでって、今日は誠はんのお誕生日やんか。うちらと王子はんで特製ケーキ用意したんだぜ。ギルドの仕事にいつも一番熱心な君へのねぎらいも兼ねているよ。改めてお誕生日おめでとう。本当にいつもお疲れ様さ。美味しいケーキをたくさん食べて、これからも私たちの分までお仕事頑張ってね。嬉しいじゃねえか、ありがとな。で、ちょっと待て、ギルドの仕事はみんなにも頑張ってもらわないと困るって。まあでも今日はケーキに免じて勘弁してやるか。お前もわざわざありがとな。これからも一緒に頑張ろうぜ。よし、ざっとこんなもんだろう。こういうのは私向きじゃないと思ってたんだが、慣れてくると案外楽しいもんだな。芸術という名の頭脳労働でありながら、程よく体を動かせて運動にもなるしね。名探偵の余暇の活動としても最適解だと思うよ。一応これってギルドのお仕事なんやけどな。まあ何でも楽しゅうできるのが一番ええことやからね。そうだね、遊びでもお仕事でもみんなで元気に頑張ればなんくるないさ。誕生日祝ってくれてありがとうな。でも焦ったぜ、急に二人きりで会いたいとか変な呼び出し方しやがって。まあそれはそれとして、このケーキすげえ手が込んでるよな。なんかやたら可愛いしさ、私の好み理解してるっつうか。あのさ、この後時間あるか。このケーキ食べた後、その、お返しがしてんだけど。妙な誤解すんなよ、飯作ってやるだけだからな。って何熱くなってんだ私。二人きりの誕生日か。お、来たか。時間通りだな。あ、私はたまたま早く着いただけだ。別に浮かれてなんかねえよ。それより今日は何の用だ。なんだよやぶから棒に。あ、これって誕生日プレゼントか。ありがたいけどお前よりによってぬいぐるみかよ。悪いがこれは受け取れねえ、気持ちだけもらっとくぜ。でもくそ、すげえ可愛いじゃねえかこれ。仕方ねえ、お前これ持ってうちまで一緒に来てくれよ。なんでって、こんなの持ち歩いてたら恥ずかしいだろ。まさかお前から誕生日のお祝いをしてもらえるなんてな。こういうの案外嬉しいもんだな。よし、今からうちの店に来いよ。せっかくだ、パーティー料理でも食いながら派手に祝おうぜ。
した？急に。え？私の誕生日のお祝い？案外気が利くんだな。お菓子のレシピ本か。いいもんもらっちまったな。あんがたよ。しかしお前、これってアンに私にお菓子作れってことか？まあいいけどよ。せっかくだしケーキでも作ってみるか。自分の誕生日ケーキ作るってのもなんだけどな。まさかお前から誕生日のお祝いをしてもらえるなんてな。こういうの案外嬉しいもんだな。よし、今からうちの店に来いよ。せっかくだ、パーティー料理でも食いながら派手に祝おうぜ。誕生日のプレゼント？お前よく私の誕生日覚えてたな。嬉しいけどさ、なんで私へのプレゼントが姫さんの好きそうなフリフリの服なんだよ。おかしいだろ。でもせっかくのプレゼントは無限にはできねえし。わかった、ありがたくもらっとく。後でうちで着てみるよ。着てるとこを見たい？絶対に見せないからな！まさかお前から誕生日のお祝いをしてもらえるなんてな。こういうの案外嬉しいもんだな。よし、今からうちの店に来いよ。せっかくだ、パーティー料理でも食いながら派手に祝おうぜ。